サミさん考えていただけるとよろしいかと思います。まず皆さん一つ目のボックスですが、じゃあ後ろざっと説をとってますよね。例えば皆さんこの A のヘルプですが、皆さんヘルプ通常は目的語人のはずですよね。つまり人を助けると。じゃあ皆さん人がいますかと言われたらいないんですね。つまりヘルプの目的語がいないので、能動態になっている A は×ですね。ですから、他動詞の後ろに目的語がない場合は、受動態ということでよろしいかと思います。サービスについて、このあたりのヒントはこれですよね。皆さん、クローズされてるぐらいですから、人がほとんどいないと考えられますよね。で、最後はこちらですが、皆さん、後ろ SV がいますよね。ですから、接続詞の方はいるが正解ですよね。もちろん、デュアリングは前置詞ですので、ダメですね。ですから正解は BAB ということで問題ないかと思います。で、皆さんこの後ヘルプに関してコメントしますね。さあさあ先ほどのヘルプ行ってみたいと思います。我々がよく見かけるヘルプですね。目的語が人の場合、うにゃうにゃを助けるという意味でよろしいかと思います。ただし先ほどのヘルプはですね、目的語が人間ではないんですね。じゃあ皆さんそういう場合どういう意味ですか？うにゃうにゃを避けるという意味でしたね。ただし、それですね。助けるという意味から避ける。ここに繋がらないという方いらっしゃると思います。ですからイメージしてくださいね。A さんはあなた。で、川で溺れている B さん。もしあなたがこの B さんを助けることができたと仮定すると、B さんは溺れることを避けることができたわけですよね。ですから、マイナスの状況に陥っている人を助けることができれば、その人はマイナスを避けることができたということですね。ですから、そういうふうにイメージしていただきますと、こちらにつなげるのは難しくないかと思います。ですから皆さん、熟語集なんかでよく見かけるこの表現、cannot help ing。 例えば、ラッフィングであれば、笑わざるを得ないというふうに訳してきたかと思います。じゃあ皆さん、これがなんで笑わざるを得ないという意味になるのか。そうです。直訳していただけるとよくわかりますね。笑うことを避けることができない。そうです。笑うことを避けることができないということは、思わず笑っちゃう。笑わざるを得ないというふうになるんですね。ですから、このヘルプの意味の避ける、ここまで気づいていない人が大半ですので、今日を機会に押さえてくださいね。さあ、ノートを取る方はどうぞ。ということで、参考にさせてください。